はい、それでは始めていきます。遺産最適書き基礎論の授業です。10回目の授業になりまして、前回、分子限定法じゃないですね。それは前々回ですね。分子限定法の紹介をしまして、で、前回、切除平面法の話をして、それでですね、最後にちょっと分子切除法という話をしたんですけども、その切除平面法の時にですね、前回話したのは、その一般的な方法というか、どんな整数計画問題に対しても使えるような手法をご紹介したんですけども、今日話すのはですね、特に巡回セールスマン問題に限って、こういう、切除平面法というか、分子切除法がありますよという話をします。で、それでですね、ちょっと待ってくださいね。はい。で、それで、今日これですね、これっていうのは、12月13日ですね。で、来週12月20日授業があるんですけども、12月21日は、出張ですけども、ないので、で、それはご注意ください。はい。だから、ズーム来ていただいてもありませんし、教室来ていただいてもないという形です。何もないです。ご注意ください。はい。それで、今日やるのは先ほど言った通り、その巡回セールスマン問題に対する分子切除法の話をしていこうと思うんですけども、まず、巡回セールスマン問題、どのように整数計画モデリングをしたのかってことを、復習しましょう。はい。そこから始めていきます。で、このモデリングするときに初めはですね、非対称、つまり、I から J っていう都市に行くときと、J から I っていう都市に行くときのその距離というか、長さが、違う場合の話を初めにしたんですけども、その後にその対称な場合、つまりその2つの距離が同じ場合の話に、話を移すという形をしてました。で、今日話すのは、この対象の方で、その2つの都市、1とか2とかっていう都市があったら、その間の距離というのは、1から2に行く場合も、2から1に行く場合も、同じであるというような場合だというふうに考えます。そういうのは対象巡回セールスマン問題というふうに言っていたということですね。はい。で、そういうのはですね、このような、グラフの言葉で言うと、ハミルトン平路と呼ばれるようなもの、つまり全ての頂点を通る単一の平路で、許容解が表せるということになってました。ということなので、そのグラフを考えるということなんですよね。グラフ、この左のようなグラフ考えると。これ今完全グラフと呼ばれるかもしれませんけれども、この V という頂点集合が都市の集合で、全ての異なる都市の間に、二つの都市の間に辺があるというようなグラフです。はい。で、これの時に、こういう状況でどのように、整数計画モデルを作ったかというと、こんな形でしたと。で、ちょっとこれ見ていくとどんな感じだったかというと、これですね。まず、目的関数は、だから、まずその XE という変数があるんですけども、この XE っていうのはその E という辺を使うか使わないかってことを選ぶ、表す0か1の値を取る変数だと。1の場合はその辺使う。0の場合は使わないという意味でした。で、ここに書いてある目的関数は、その使う辺の DE っていうその長さですね。距離を全部足し合わせましょうというふうに書いているということです。で、その目的関数を最小化するというのが問題になっていて、制約がここに書いてある。で、一つ目の制約、これですね。何かっていうと、すべての都市 i に対して、その i を、その片方の端点とするような辺ですね。xij。それを全部足すと、2になると。だからその i という、その一つのその都市があったら、それに接続している辺をですね、ちょうど2つ使いなさいと。だからそれはその、ぐるっと回ってくるときに、その1という、都市を、に入ってくるところと、出てくるところがあると思うと、その入ってくるところが1箇所、出てくるところ1箇所っていう合計2箇所あるというふうな、イメージを持ってもらえばよろしいということです。で、それが全ての都市に対してあるというのが1つ目の制約。で、2つ目の制約の方は、これが、難しい制約だったというもので、これが部分巡回路除去制約というふうに呼んでいるものでした。で、何だったかっていうと、今ですね、この初めの制約だけだとすると、この右の図にあるようにですね、この単一の平路でなくて、こうなんか二つ、あの、とか三つ以上ですね、こう平路が分かれたような形の、許容解が出てきてしまう可能性があるわけですね。で、こういうのを、
許さないようにしたいというのが、この部分巡回路自己制約のところで書かれているものです。で、どういうイメージかっていうと、これはですね、この S というものをすべて考えます。で、S はこの2の V 上で書いてありますけども、これは V の歴集合、つまり V の部分集合を全部集めてきた集合の要素だって言ってるんで、つまりこの S っていうのは V の部分集合です。で、V の部分集合、例えばこの1、2、3っていうのを取ってきたら、その中に含まれている辺 IJ に対するこの変数の値の和、を考えますっていうのがこの左辺ですね。だから今この123っていうこの状況を考えると、これはそのところにこの辺が3つあって、そこ今その3つの辺全部使われてますので、この左辺の値これ3になるわけです。3になります。で、それがこの右辺以下ですよっていう制約です。で、右辺は S の要素数マイナス1です。S っていうのはこの場合、123っていう3つの都市からなってますから、S の要素数これ3です。で、3マイナス1、これ2になります。つまり、今この状況ですね、この2つの平路に分かれている場合っていうのは、1、2、3っていう部分を S だと思うと、左辺が3で右辺が2だから、この不等式が、成立していないってことになります。で、別の言い方すると、まあ、この中でこう閉じてしまっている、この1つこう S っていうのを取ってきて、その中でこう閉じてしまっていると、このよ、不等式満たされなくなるということになりまして、こういうその部分的に、この、経路ができていることを、この不等式によって許さないという形になるという話でした。よろしいですか？で、これがその対象巡回整数満問題の01整数計画モデルの、まあ、一つであるという形の話でした。よろしいでしょうか？これは復習です。で、まあ、これを使って、これを解いていくってことをするんですね。で、そうするとですね、今、この、変数いくつかあるかっていうと、これ辺の数だけあります。で、辺の数っていうのは頂点数、頂点をその2つ選んでくると、1つ辺が決まりますから、頂点数を V だとすると、V×V-1 の2分の1になります。V チューズ2ってやつですね。で、制約の数いくつかっていうと、この、はじめのこの等式、これは、都市の数だけあります。あると。で、下のこの、部分巡回路自己制約っていうのは、この V の部分集合ですね。を、まあ、これ、ほぼ全て見ると。空集合と V 以外見るので、まあ、それはこの2の V 乗ぐらいあるってことになります。で、この2の V 乗というのが、これ非常に大きいわけです。で、これ困っちゃう。困っちゃう。ってことですね。この別の書き方は、今後出てくるかな。出てくるかもしれないからちょっと言っとこうかな。で、一応ちょっとこの、別の書き方をちょっとこれ説明しておきます。今ここはですね、その、各、都市 i に対して、その i 以外の都市 j っていうのを全部見て、シグマ足しますよっていうふうに言ってるんですけども、これ別の書き方としてこういう書き方があって、これ何かというと、これはその e という辺を見るんですが、その E として取ってくるものは、このデルタ I の要素ですよっていうふうに書いてます。で、デルタ I っていうのが、ここに書いてある通り、I を端点とする辺の集合です。だから、まあ、この図では、一部しか書いてませんけど、ただ、1を端点とする辺っていうのは、1213141515161516っていうふうに、まあ、5個あるんですけども、まあ、それの集合が、このデルタ I という集合になっていると思ってください。だから、その i を端点とする辺 e を全部持ってきて、xe を足してますよっていうのは、まあ、ここに書いてある表現と同じですということになります。まあ、こういう表現をすることもあります。ちょっと後で出てくるかどうかちょっとわかんないんですけども、一応まあ説明しておきます。はい。で、それでですね、さっき言った通り、この部分巡回路自己制約、これたくさんあるわけです。で、たくさんあるんで、これそのまま解けないんですね。解けないっていうか、この制約が多すぎて、例えばですね、このモデル、そのままなんかファイルに書き出してですね、なんかそのソルバーに入力するとかでこれできないです。で、例えばって書いてあって、これ例えば書いてあってですね、さっきちょっと計算したんですけども、この、例えば都市の数が50の時に、この制約の数ですね、この、V の歴史集合の予想数がどんなものになるかっていうと、さっき計算したので計算したのを書きますと、計算したのが、私が計算したじゃなくて、コンピューターが計算したんですけども、1、1、2、5、899906。ちょっと上の桁から入っていくと何だかわかんないんですけども、842。で、まだ続いて、624。こんだけですね。
そう、これ読めないんですけども、大体ですね、1125兆。いますかね。約1125兆。もうとんでもないですね。もう多分、これ、日本の国家予算多分超えてると思うんですけども。だから、何を言ってるんでしょうね。そういうことです。そういうことです。だからこれは、そもそもこれ書けないっていうか、まあ、そもそもコンピューターに乗らない。で、だからこのままこう解こうと思っても解けないんですね。で、これ、都市数50っていうのは、これは、規模としては非常に小さいです。非常に小さいです。で、そんなものも解けない。解けない。困っちゃう。で、でもこれ解きたいので、今からこう解くんですけども、で、解決法っていうのは、これはちょっとこの、循環性スマ問題のモデリングの時に言ったことで、この制約をですね、アルゴリズムの実行の中で追加していくってことをします。で、これは前回やった切除平面法とか、分子切除法、これそのものの話になるわけです。で、それ実際にどうやってやってるのかってことを、今日は説明していくということになります。ここまでいいですか？で、どうするか。解きたい問題は、この右、左にある、この、整数計画問題なわけです。で、今までの話の流れというか、その分子限定法とかですね、切除平面法の話の中で出てきた通り、この線形計画緩和をまず解くわけです。で、線形計画緩和は、この、もともとこの変数が0か1の値を取るというふうに言っていたものを0以上1以下ということにこれ変えただけなので、このたくさん制約があるってことは、この線形計画緩和においても受け継がれるわけです。だから、この線形計画緩和も、このままでは解けないです。解けないです。で、まずだから線形計画緩和解きたいんだけども、これをどう解くのかってことをまず話をします。で、だからこれ自身がまず難しい。で、これを解くのどうするかってことをやります。で、さっき言った通り、制約を徐々に追加していくってことをします。で、どうするかっていうと、だから、今はですね、この上で書いてるのは先ほどの線形計画緩和です。で、ここの部分、今この2の V 乗マイナスなんとかかんとかっていうふうに、この考えるべき S というのが、こうすべてあって、このままではこれ解けないっていうふうに言っていた問題があるわけです。で、このままでは解けないのでどうするかっていうと、ここでですね、この、2のべき集、V のべき集合っていう、このすべての V の部分集合を考えるんじゃなくって、その中の一部分だけを取ってきましょうと。で、その一部分っていうのが、花文字 F、カリグラフィーの F で書くことにします。それを、まあ、小さな部分集合って、特にこれ、なんだかこれ定めてませんけど、まあ、なんでもいいです。を考えて、その F に入ってる S だけを取ってきて、この制約を足しましょうっていうような問題を考えます。例えばですね、先ほどのその場合だと、この、1000兆ぐらい、この制約があるんだけども、その1000兆をこう持ってくるんじゃなくて、例えばその中からですね、10個ぐらい、まあ、適当に選んでくる。で、その10個だけここに書くと。で、そうすると、まあ、それは解けるでしょうっていうことになるわけです。で、その、まあ、その選んだ10個の集合のことを、この F というふうに書きましょうっていうふうにします。で、その対応する、この線形計画問題のことを、まあ、RF と書くことにしましょうと。まあ、これを、線形計画緩和と呼んでいいかどうかちょっとわかりませんけども、まあ、この線形計画問題のことを RF というふうにして、この F っていうのが、まあ、ここの引数に現れているというふうにしましょうと。で、まあ、これ解きましょうと。で、これ解けるから、これは解きましょうと。で、解くと、まあ、最適解が得られると。まあ、最適解がそんなにすると仮定すれば得られるということになります。で、今じゃこの RF っていうのと、その元々の問題の違いは、この、部分巡回路自己制約がいくつあるかっていうことだけしか違わないんですけども、これ解いたとしましょう。この RF 解いたとします。で、そうすると最適解が得られますと。これ X スタートしましょうと。で、この性質が重要で、今この RF、この制約を減らした線形計画問題の最適解 X スターというのが、実はこの R の境界でもあると仮定しましょう。つまり、この制約を減らした問題の最適解 X スターが、この上の問題のですね、元々の制約を全部満たしている。仮定しましょう。そうすると実は、この X スターっていうのは元の問題の最適解になります。つまり、だから、今からこれ証明しますけども、まず、この性質の嬉しさを説明しますね。この下の問題、制約を減らした問題は解けるんです。解けるんです。で、解いて最適解が得られましたと。で、それが偶然、上の問題の、制約も全部満たしている。とすると、その時点で、
この今計算して出てきた X スターというのは、もともと解きたかった問題というか、解きたかった問題の線形計画緩和の最適化になります。つまり、これによって、この線形計画緩和 R が解けたことになります。じゃあ、なんでこの性質成り立つか一応証明しますね。証明です。じゃあ、X スターがこの仮定を満たすとしましょうと。仮定っていうのはこれですね。RF の最適解であり、かつ、上の問題の境界、これ全部満たしていると。しましょうと。で、そうすると、今、証明したいのは、これ X スターが R の最適解であるということです。だから、X スターの目的関数値と、R の任意の境界の目的関数値を比べます。で、まずですね、注意したいのは、今、これ X スターっていうのは、R の境界なんですけども、その前に、違う。これですね。だから今言ったのは、X スターの目的関数値と、R の任意の境界の目的関数値を比べると言ったので、その R の任意の境界をまず持ってきて、X としましょうと。X は R の任意の境界です。で、X は R の任意の境界なので、ここに書いてある、この全ての制約を満たすわけです。たくさんある、その、1000兆個ある制約を満たすわけです。で、1000兆個ある制約を全部満たすわけだから、その一部分を取ってきた、この RF の制約も全部満たします。X というのは。つまり、X は RF の境界でもあるわけです。いいですか？で、X スターは RF の最適解であるので、X スターと X を比べたら、RF において比べたら、X スターの目的関数値は X の目的関数値以下になります。RF において。いいですか？だけども、この RF っていう問題と R っていう問題の目的関数の形は同じ形をしているわけです。ということは何を言ってるかっていうと、この R においても、X スターと X の間の、目的関数値の代償関係はここに書いてある、不等式の通りになるわけです。つまり R において、X スターと X 比べると、X スターの目的関数値の方が X の目的関数値以下になるから、X スターはR の最適解になるということになります。よろしいですか？証明終わりですね。ということで、何が言いたいかっていうと、この RF っていうその制約を減らした問題を解いて最適解を得ましたと。で、それが偶然 R の境界でもあったら、その時点で我々の目的達成されるということになります。で、ちょっとその様子見てみます。その様子見なんじゃなかった。だから、それを考えて、こういうアルゴリズムを考えましょうと。何かというと、まずこの F っていうのをま、適当に取ってきます。で、この RF 解きます。で、そうすると、その最適解が得られると。X スターになると。で、この X スターが、この元の問題の境界かどうかってことを判定します。判定します。どう判定するか後で説明します。で、これが許容解だったら先ほどの性質から、この今考えていた X スターっていうのは R の最適解になって、元々の R という線形計画緩和が解けたことになります。嬉しいと。で、そうじゃない場合、そうじゃなかったら何かっていうと、この、元の問題の制約の中に X スターが満たさないものが存在するわけです。だから、ある S に対して、この不等式が、満たされてしまう。この、あと、元々の不等式の逆向きの不等式が成り立つようなことになってしまうと。今ちょっとここ、X スター、ちょっとスターがですね、元々の、スライドにちょっと抜けているんですけども、これはちょっと、訂正します。ここ、スターが必要ですね。はい。で、この X スターに対して、この不等式が成り立たないような S が存在します。で、そうしたら、この F に S を付け加えるんです。で、再度、この RF を解くってことをやっていきます。で、こういう形で F にどんどん制約を追加していくわけです。満たさないものがあったら、満たさないものがあったら、それを追加するってことをします。で、そうすると、これはいつか終わります。いつ終わるかっていうと、最悪でも、この F というのが、ここに書いてあるその2の V 乗マイナスなんとかになるときには、必ず推量します。で、運が良ければ、その前に、この、判定、においてイエスが出てきて終わるってこともあり得ます。だから最悪の場合にはその1000兆個ぐらい、その、この制約を追加することになるかもしれませんけども、実はそんなことはあんまり起きないってことが嬉しいことで、ちょっと見てみましょうと。で、今ですね、
ちょっとこういうページがあるんですけども、ここでですね、この部分巡回路除去制約を追加するっていうようなことが、皆さん自分でできますので、やっていただくとですね、これは楽しいんですけども、まあ私はこう楽しんで、自分が楽しんでもしょうがないんですけども、どんな感じかっていうと、お見せすると、こっちかな。こういうページがありまして、トラベリングセールスマンプロブレム DIY、Do It Yourself ですね。で、まあ、これ、レッツゴーするとですね。まあ、こんな感じで、今これ、50個の点が、これ、ランダムに配置されてるんですけども、これは、あれです。シードを設定してですね、再現性があるようにもできるんですけども、とりあえずですね、先ほどのその、なんだろう、制約、その F っていうのが何もない状況から始めるとすると、選挙計画問題を解くと、こんな感じになるってことが得られます。で、これ、どういう図かっていうと、先ほど言った通り、その各辺の上に、変数が載っていて、その変数がですね、0から1の間の値を取るんですけども、その最適解を、その制約を取り除いた問題における最適解をここでは示していて、変が何も書かれてない部分っていうのは、それはそこの辺の上の値、変数の値がこれ0であるってことを表せると思ってください。で、黒いところは、今これ1と出ましたけども、そこの値が1であると思ってください。で、そうじゃないところがあって、赤いところがあるんですけども、これはですね、この値が、これは 0.5、2分の1であるってことを表していると、こんな感じになってます。で、これはですね、その線形計画緩和で部分巡回路除去制約を一つも含まないものを解いたときに現れた最適解です。で、そうするとですね、これ全然その、連結性も何もないから、その、どこかでその、部分巡回路除去制約が満たされてない部分があるわけです。で、それをですね、これ自分で見つけます。これ自分でやるっていうのを Do It Yourself Subtours ってこれやりますけども。で、例えばですね、ここに、3つ点があって、これ選びますね。で、そうすると、ここにそのちょっと小さくの Violated って書いてあるんですけども、読めないかもしれませんけど、ね、下の方に。この3つの点を S とすると、先ほどの、その、部分巡回路除去制約が、この部分、これを S としたときに満たされてませんよ、バイオレートしてますよってことをこれ教えてくれます。で、そうしたらそれに対応する、その部分巡回路除去制約を、ここでアッド、ハット、アッドします。付け加えますってことをこれしてくれます。で、すると、付け加えた後で得られる線形計画問題の最適解を出してくれます。ドンと。こんな感じになると。で、そうすると、これ、先ほどの部分は、ちょっと変化するんですけども、まあ、全体的にはまだまだ全然その、なんだろう、部分巡回路除去制約が満たされてない部分がたくさんあるっていう形になってます。で、これをですね、どんどん、今のみたいな形でこれ追加していきます。別のところをやってみて、例えばここら辺もなんか満たされてないんで、ここら辺ちょっと5頂点ぐらいちょっと選びましょうかねと。選んでみると、あ、これ今、バイオレイティッドって出てきて、アッドカット出てきてるので、これクリックすると、あ、こんな感じになると。これだから改善してるかどうか全然わかんないんですけども、これを繰り返していきます。で、繰り返していくと、うまくいきますよっていうのを、ちょっと私が作った例でお見せすると。で、これはこれランダムシード、これ 3.14 にするとこんな感じの問題が出ます。皆さんもこれ同じシードでやるとですね、あ、これシードこれ設定できるんですけども、ちょっと操作法はあんまり説明しませんが、同じ問題が出てきます。で、これで、先ほど言った通り、この F を0、だから、何もその部分巡回路除去制約を付け加えないで、線形計画問題を解くと、こんな感じの解が出てきます。で、これじーっと眺めて、どこら辺でその部分巡回路除去制約が満たされていないかなってことを見て、例えばここら辺ですね。ここら辺満たされてないと。で、これ今選んだ例だと。この黄色いのは私が自分で書いてます。で、このアッドカットとしてあげると、この部分だけ見たときに、そこでは、この部分巡回路除去制約が満たされるような解が出てきます。だけども、全体としてはまだ満たされてない。ので、同じ操作をですね、どんどん、繰り返していくと。で、今、一つ制約追加したので、この F の要素数、今、これ1になってます。で、これを繰り返していく。で、今、この回を見て、どこら辺で、満たされてないかなと、部分巡回路除去制約満たされてないかなって見つけて、例えばここら辺でですね、これ満たされてない。っていうことが分かったら、これ付け加えて、またアッドカットします。で、そうすると、こんな感じの回が得られると。で、今、2つ付け加えたので、F の要素数2になっていると。こんな感じです。で、これをガーッとですね、頑張ってやっていくと。見つけては付け加える。見つけては付け加える。見つけては付け加える。これなんか途方もないかもしれないけど、見つけては付け加える。見つけては付け加える。見つけては付け加える。これずっとやってきます。で、今9個付け加えましたけども、まだ全然、
部分準拠の自己制約を満たしてない部分があって、まだ付け加えます。ここで付け加える。ここ付け加えると。ここやっていきます。で、そうするとですね、だんだんこの F の要素数増えていってるんですけども、単調に。で、ここも満たされてないから付け加える。とかってやっていくと、そのうちですね、突然、すべての制約が満たされる瞬間が訪れます。で、これはですね、すべての変数の値が0か1になっているので、これは線形計画緩和が解けたと同時に、元々の巡回整数版問題も解けています。いいですか？線形計画緩和を解いたとき最適解の変数の値がどれも整数だったら、それは元々の整数計画問題の最適解でした。それは線形計画緩和の性質としてあったわけですね。で、これ解けましたと。今これ50個都市がある問題なんですけども、F として16個の制約、不等式を追加するだけで、巡回整数版問題が解けてしまったということです。先ほど言った通り、この50個都市があるので、この2の50乗、その、すべての部分巡回の除去制約を付け加えていたとすると、1兆だね、これ1000兆。約1000兆。1兆じゃない、これ1000兆。約1000兆、本来は制約があったはずなんだけども、それは、その全然いらなくって、16個付け加えるだけで解けましたってことになって、これ非常に強力なわけです。もう船長なんていう途方もない、その制約を考える必要なくって、このうまい16個を持ってきたっていうふうに思ってもらってもいいんですけども、それを付け加えるだけで解けてしまうと。なんということでしょうってことなんですね。で、これが、すごいわけです。今これその50個のあの都市を持ってる問題ですけども、これ皆さん多分普通にプログラムしても解けないと思います。で、普通にプログラムってなんだろうな、皆さんだから、これだからその離散最適化の手法を知らないとこれ解けないと思います、こんな感じで。で、だからこれ非常に強力なわけです。で、これは今この DIY このサイトで、この、なんだろう、線形計画緩和を解いてくれるとことかっていうことを、自動的にやってくれてるので、まあ、簡単にやれてるわけですけども、まあ、そこら辺はですね、皆さん、自分で解くときには、いろんなソルバーを使ったり、なんかうまく組み合わせるとかいう必要はあるかもしれませんが、原理としてはこんな感じで解けるということになります。ここまではいいですか？もし、皆さん時間があったら、ぜひですね、ここの、サイトでですね、do it yourself、実際にちょっとやってみていただくと、雰囲気つかめると思うので、ぜひやってみてください。で、それでですね、今やったことは、をもう少しその一般的に言います。で、それがその今から言う巡回整数問題に対する分子切除法の話になります。はい。で、これが全体像でしたね。F っていうのをなんか、適当に選んで、今の場合はその空集合からやってますけども、それでその RF っていう線形計画問題を解いて最適解を得ると。で、それがこの R の元の問題の境界だったら、この部分準拠を除去制約を全部満たすんだったらおしまいと。で、そうじゃなかったら、それを満たしてない部分があるので、その満たしてない S を付け加えて再度解きましょうってことを繰り返すっていうわけでした。で、問題は何かっていうと、この X スターっていう、この RF の最適解があるときに、それが R の境界であるか、このすべての制約を満たすかどうかってことをちゃんと判定する必要があるわけです。で、先ほど言った通り、これは真面目にやろうとすると、制約の数が1000兆個とかあるわけだから、それはできないわけです。で、この部分を賢くやる必要があるわけです。あるいはその賢くやらないと、うまく解けないわけです。で、それをどうするかっていうのがポイントです。いいですかね。だからこの部分は実際にその1000兆個の制約を全部一つ一つ確認するわけじゃなくって、なんかうまい方法を使って、確認してるわけです。で、それをどうやってやるのかってことを今から説明します。で、それができれば、このアルゴリズムはもう皆さんもう実装できるということになります。やりましたねってことですね。で、やります。で、どうするか。今ですね、元々の線形計画緩和問題、こんな感じでしたと。で、ここの部分が、部分巡回の除去制約だったわけです。で、
右にはですね、似た問題書いてます。これ今 R プライムって書いてますけども、で、これは 何かっていうと、この部分準回路自動制約の部分だけが違う形の、不等式になってます。で、これどういう不等式かっていうと、ちょっとこれ字が小さいかもしれませんから、見えないかもしれませんけども、これは、何かというと、これシグマの中身は XIJ っていう、その IJ という辺に関してなんか和を取ってるってことになります。で、IJ は何かっていうと、ここにあるこのデルタ S という集合から取ってくるっていうふうに書いてます。で、デルタ S とか定義してませんけども、イメージ図は下の図で何かというと、今このラージ S っていうのは頂点部分集合です。頂点部分集合です。で、このデルタ S 何かっていうと、片方の端点を S に持っていて、もう片方の端点を S 以外に持っているような辺を全部集めてきた集合です。ちょっと書いた方がいいかもしれない。書きますね。今言った、日本語を書きますけども、デルタ S っていうのは、1端点をS。もう一端点っていうのかな、ちょっともう一端点っていうのかな、もう一端点を S、これコンマです。これコンマに見えない。S、S、S 以外。もう一端点を S 以外に持つ辺全体の集合です。いいですかね。これがデルタ S です。で、そのデルタ S の辺を全部取ってきて、その XIJ 和を取りましょうと。で、それが必ず2以上になってないといけませんよっていう制約です。で、そういうふうにその、元々の、この、不等式、部分準回路自己制約を置き換えてる。ですけども、実はですね、この R と R プライムっていうのは同じ問題になります。同じ問題では何かっていうのを今からちゃんと言うんですけども、何かというと、ちょっと次進みますね。この R の許容領域、左側の問題の許容領域と、右側の問題の許容領域、これ全部同じになります。全く同じになります。で、特に、この、部分準回路自己制約、は、この各 S に対して一つ制約があるんですけども、この、S を一つ固定したら、この左側のに出てくる不等式と右側に出てくる不等式は対応してます。対応してたら何かっていうと、これは対応してるとしか言えないな。ここでは対応してるとしか言えないので、対応してます。で、まあ、その対応を今からちょっと説明していこうと思います。で、今、だからこの性質を今から証明しようとします。で、なんで、まあ、等しい、この許容域等しいのかってことを説明しますね。で、ちょっとこれは、この式だけで見て やっていくんだけども、この図もちょっと重要で、図も見ながら、式も見ながらやっていくということをします。で、この許容領域が等しいってことを言うので、何をするかっていうと、この R の許容解を一つ持ってきたら、それが R プライムの許容解である。ってことをまず言って、その次に R プライムの許容解を持ってきたら、それが R の許容解でもあるということを言うということをします。いいですか？で、そうすると、この R と R プライムにおいては、この初めのこの等式の部分の制約と0以上1以下って制約、これは共通してます。いいですか？じゃあ、この共通している部分の、を満たす X っていうのを持ってきたときに、その X の性質をまず調べてみます。で、それをやってみます。で、それはですね、ここに書いてある等式がその時に成り立つってことを言います。何かというと、もう少しちゃんと言うと、この X というのが、ここに書いてあるこの等式ですね。この等式を満たすとします。その時には、ここに書いてある、性質が成り立ちます。等号号が成り立ちます。で、これはどういう式なのかってことを説明するのが、ちょっとややこしいんですけども、まず、どこを見てほしいかっていうと、この真ん中の部分を見てください。真ん中の部分、ここですね。ここを見てください。で、これ何かっていうと、各 i、S に入っている各 i に対して、その S に入っている各都市に対して、その、i 以外のすべての頂点、頂点じゃなくて都市ですね。都市 j に対して、この xij の和を取っているという形になります。つまり、この S に入っている、都市、今こう4つあるんですけども、それにこう、接続している元のグラフの辺がたくさんこうあるわけです。で、それらの上に載っている変数の値を全部足しますよっていうふうに。で、それがこの青い部分です。方法で計算します。で、一つは何かっていうと、そもそも今ここに書いてある X っていうのは、上に書いてあるこの等式の
制約は満たすっていうふうに言いました。ので、ここの部分の和ですね、この後ろの部分の和、これはここにあるものそのものです。なので、この後ろの部分のこの和っていうのは、これはどれも2になります。だから今これ2に置き換えてます。いいですか？で、そうすると、2を S の要素数分だけ足してますから、この和っていうのは 2×S の要素数になります。いいですか？で、これが、一方の端です。で、それがですね、この青いのが実はこの上に書いてある式と同じになるっていうところがちょっと難しいところで、これを確認します。で、これはどういうふうに思うのかっていうと、今この図を見てほしいんですね。この図を見てほしいと。で、そうすると、今、先ほど言った通り、この青いところ、青いところ、今、赤で起こります。青いところは何かっていうと、S の頂点をすべて見て、その各 S の頂点に対して、そこに接続している辺の上の変数の値を足しますよっていうふうに言ってます。で、そうすると何が起こるかっていうと、S の中にすっぽりと入ってる辺、この中のこの赤い辺、これは、両端点が S に含まれてますから、この青い輪においては、2回ずつ足されています。片方の、端点から1回、もう片方の端点から1回。いいですか？で、それが書かれてるのはこの初めの部分です。つまり、ij という辺が S に含まれていたら、xij は2回足されます。いいですか？で、それ以外に、S に入っている頂点に接続する辺で、もう一方の端点が、S の外側にあるもの。これは、この青い輪において1回ずつ足されています。いいですか？で、そういう辺をすべて集めてきた集合が、デルタ S でした。なので、このデルタ S に入っている辺 IJ に対しては、XIJ が1回ずつ足されているということになります。いいですか？ということで、この青い部分の和というのは、上に書かれているあの式に等しいということがわかるということになります。よろしいですか？ちょっとここが多分、難しい部分で、これがわかるといいんですけども、いいですかね。ということで、この上に書かれている部分、これが、2×S の要素数に等しいということがわかりました。ですか。で、これを使ってきます。で、なんでこれ使いたいかっていうと、青いだけしますね。なんでこれ使いたいかっていうと、この初めのこの 2× 何とかの部分、この部分。この部分っていうのは上の式で言うと、ここの R のですね、制約、この部分に表れている、この部分の式と全く同じです。で、一方、この第2項ですね、こっちの部分ですね。こっちの部分は、この R プライムに出てきている、ここの部分ですね。ここと全く同じなんですね。ということで、なんだろう、この左側の R っていう問題と、右側の R プライムっていう問題を、このですね、等式は、結びつけてくれるわけです。で、それを使って、今から、R の境界が R プライムの境界であり、かつ R プライムの境界が R の境界であるってことを示していくということをします。流れはいいですか？で、やりますね。じゃあ、まず R の境界を持ってきます。で、R の境界がこの赤い部分を、満たしているということになります。で、その時に、この青い部分が成り立つんだってことを言います。じゃあ、青い部分の、この、左辺が今ここに書かれてます。いいですか？で、これは先ほど前のページの等式から 2×S の要素数マイナス赤い部分の2倍です。いいですか？で、今、赤い方は今成り立っているというふうに仮定しているので、この赤い部分というのは、S の要素数マイナス1以下です。で、ここ今マイナスがついているので、その部分を置き換えると、逆向きの不等号になると。いいですか？そうすると、2×S の要素数マイナス、2×S の要素数マイナス1って形になるので、整理すると2になります。つまり、この部分ですね。この部分は全体として2以上になるという結論が得られて、確かに、R' の境界であるということがわかるということになります。いいですか？だから、今 R の境界を持ってきたら、それは R' の境界でもあるってことを言いました。で、逆に R プライムの境界を持ってきます。つまり、青いのを満たしている、X 持ってきて、それが赤を満たすってことを言います。で、赤を満たすってことを言いたいので、赤の左辺を持ってきます。これですね。で、これは2ページ前の、その、初めに示した等式から、初めに示した等式は、この赤の2倍が、2倍の S の要素数マイナス、これ。
って形だったので、今それを2で割ってます。だから、2×S の嘘数だったところは、S の嘘数だけになっていて、この青の部分の左の部分は係数もともと1だったので、それが2分の1になっているという形になります。いいですかね。これちゃんと書けばよかったけども、ちょっと、余白が狭くてちょっと横着してます。いいですかね。こんな形です。で、この部分ですね。この部分は、この、青の左辺なので、で、青の部分今何だと仮定してますから、それを2で置き換えると。そうすると、マイナスついてますから、逆向きの不等式になると。不等号になると。ということになります。そうするとこれ全部合わせると、S の嘘数マイナス1になりまして、これは欲しかった式の左辺、じゃなくて右辺になっているということになります。つまり、赤の式が成り立つってことが言えましたと。ということで、R プライムの境界は確かに R の境界もある。ということは言えたと。ということで、両向きの方眼関係が分かったので、確かにイコールであるということが言えたと。いうことになります。よろしいですか？それで、今この共有領域と R プラス共有領域が等しいので、この R の境界であるかどうかってことの確認をする代わりに、R プライムの境界かどうかってことの確認をするってことをします。つまり、ここの書いた、ここに書いたこの青い不等式ですね。これが全ての S で成り立つのかどうかってことを確認するってことをすればよいということになります。いいですか？で、それをしましょうと。で、それが解くべき問題です。何かというと、元々のこの R プライムに対して、この、考える S っていうのを F に制限した問題を考えて、それの最適解を考えましょうと、X スターというふうにします。で、この X スターに対して、この制約が F 以外のところでも全部成り立ってますよってことを言いたい。だから確認したい。っていうのは解きたかった問題でした。だから別に言い方すると、この、ある S で、この不等式を満たさないものがありますかと。そういう問題になるわけです。まあ、こういうの、分離問題っていうんですけど、分離問題っていうのは、この、満たさない不等式がありますかっていう問題のことを、分離問題と言ったりするんですけども、そういう問題を解けばよいということになります。いいですかね。で、実は、ここに書いてある問題は、下に書いてあるように、この最小カット問題というものに付着できます。で、最小カット問題っていうものを説明してないので、それを今から説明するということになります。ここまでの流れはいいですか？この、この RF 最適解を持ってきたときに、それを満たさない、それを X プライム、X スターが満たさない制約がありますかっていう問題を考えるということです。で、最初カット問題ってどういう問題かっていうと、これはそのグラフの問題です。で、こういう問題です。向こうグラフがありまして、それに加えてですね、各辺に対する皮膚の重みがあります。0以上の重みがあります。重みがあります。で、その時に、この次の量を最小にするような、この、頂点部分集合 S を見つけなさいって問題です。で、何かっていうと、その S に対してこのデルタ S を考えますと。だからその S に一つの端点を持っていて、もう一つの端点が S 以外になるような、辺 E を全部考えますと。で、その辺の WE、重みを全部足したもの。それを最小にするような S を見つけなさいっていう、最適化問題です。これ最小カット問題っていうふうに言います。これ今例があって、これ左にこれ例があって、向こうグラフと各辺の上に重みがついていると思ってください。この数字は、数値はその辺の重みだと思ってください。で、ここの場合は、これですね。こういうふうにこの、右側の3つの頂点を S だとすると、その S の中に片方の端点を持っていて、もう片方の端点が S 以下になるような辺を全部集めると、この青い4つになります。で、その、重みの和が1たす1たす1たす1で4になります。で、おそらくこの4っていうのが最小値です。だから、この場合はこの3頂点からなる集合を見つけなさいっていう、見つけると、それがこの最小カット問題の最適解になります。いいですか？で、これは最小カット問題です。で、これを使います。で、どう使うかっていうと、これ、先ほど言ったこの解くべき問題ですね。これ分離問題。この X スターっていう最適解があったら、その R プライム F の最適解があったら、それに対して、この、不等式を満たすような S がありますかってことを聞いているので、何をするかっていうと、
これ、この式ですね。この左辺。これ先ほどの最小カット問題の目的関数と同じ形してるわけです。1個戻りますけども、これですね。で、どこが違うかっていうと、ここでは W っていう文字を使ってるんだけども、次のページ、この問題ではこれは X スターっていう文字を使ってるってことは違うわけです。だから別に言わせると、X スターっていうこの最適解を辺重みだと思って最小カット問題を考えればよいということになります。で、それを書いてるのはこの1番です。X スターを辺重みとして最小カット問題を解きます。で、そうすると、あ、ちなみに、X スターはこの R プライム F の最適解なんだけども、R プライム F には各変数の値が0以上じゃなくてはいけないっていう制約がありましたから、この X スターは全部これ非負です。だから最小カット問題の仕様も満たしていることになって、で、だから解けます。解くと、この最小カット問題の最適解っていう、その頂点部分集合が出てきます。で、それを S プライムとします。あ、S スターとします。で、何をするかっていうと、この S スターを考えると、この S スターのデルタを考えます。で、S スターデルタ、デルタ S スターの辺すべてに対して、この重みを見て、それが2番だったら、その S スターに対して、この不等式が成り立つことになります。いいですか？なので、その場合には、この S プライム、じゃあ S スターを出力してあげればよろしいと。だから、この S スターのところで、この不等式が満たされていない、っていうことがわかるということになります。あ、満たされてない。この不等式が満たされる。だから、元々の部分準拠制約が、除去制約が満たされていない。ということがわかるわけです。で、一方で、ここは重要で、この、デルタ S スターに入っている辺全体に対して、この X スターを足したときに、2以上になる。ならば、このときには、この不等式を満たすような S は存在しません。これは重要です。なぜかというと、S スターっていうのは、この最小カット問題の最適解なわけです。最適解なので、任意の S に対して、この和ですね、ij in デルタ S、X スター ij と、今これここ S なんですけども、と、同じ式。で、ここがデルタ S スターになったもの。X スター IJ。これ比べると、S スターは最適解なんだから、で、最小カット問題は最小のものを見つけたいんだから、こういう向きの不等式が成り立つわけです。いいですか？ここ S スターです。すいません。S スター。ですかね。で、上は S です。ちょっと字が汚くてすいません。で、そうすると何かっていうと、今、この、3番のここの条件ですね。S スターに対してデルタ S スターに入っている辺の X スターの値を全部足したら2以上である。ならったら、ここの式、これが2以上なわけです。ってことは、この部分、これも2以上なんです。この不等式があるから。汚くて見えない。大丈夫かね。大丈夫ですかね。だからこれ何を言ってるかというと、任意の S に対して、このデルタ S に対してこの和を取ったら、それは必ず2以上になるわけです。いいですか？この最小カット問題の最適解に対して目的関数値が2以上なんだから、任意の S に対しても目的関数値2以上なわけです。つまり、どの S に対してもここに書かれている不等式は満たされません。別に言い方すると、どの S に対しても、部分巡回路除去制約は満たされるということになります。いいですか？まさにこれイエスの方が逆かな。逆じゃないと思うんですけども。あ、イエスの逆ですね。すいません。イエスの方が逆です。ちょっと。イエスの方が逆なんで、ちょっと待ってくださいね。私が言いたかったことと、アルゴリズムの書き方が間違ったんで、ちょっともう一回やります。もう一回やりますね。すいません。最小カット問題を解きまして、すいません。X スターを辺を思って最小カット問題を解いて、S スターを作りますと。で、S スターに対して、この目的関数値が2未満だったら、戻りますね。この部分ですね。このある S として S スターを選べます。だから、ノーですね。すいません。ノーですね。ノーになると。だから、ノーとなって、
S スターを出力して、S スターを F に付け加えるってことをする。すいません、ちょっと Yes と No が間違っていて、すいません。で、一方で S スターに対して、この目的関数値を計算したときに、これは2以上だったら、どんな S に対しても目的関数値2以上なので、すべての S に対して部分順回路除去制約は満たされているっていうことになります。だから先ほどの、フローチャートのところに言うと、Yes の方に行くと。いうことになります。すいません、ちょっと。説明が。という形で、先ほどの判定は、最小カット問題を解くことによって、このアルゴリズムに従うと、うまくいくということになります。ただ、これはまたこの最小カット問題を解かなくちゃいけないというのは別の問題があって、これがまた難しいんだったら、難しい問題を先送りにしてるんじゃないかっていう疑惑が出てくるんですが、実は最小カット問題っていうのは非常に簡単な問題だということは知られています。それと、次のページにこれ事実として書いてあって、最小カット問題は、構造に解けます。まあ、多項式時間に解けます。で、まあ、いろんなアルゴリズムがあって、例えばこの、長持ち茨城のアルゴリズムっていう、長持ち茨城、日本人ですけども、このアルゴリズムはすごくシンプルなアルゴリズムで、まあ皆さんも実装できる。皆さんもって言うとなんかバカにしてるみたいで言いませんけども、簡単に実装できる。非常に良いアルゴリズムです。ので、すごく、簡単に解けます。簡単に解けます。ということで、何がかっていうと、この分離問題といったらものはこれすごく簡単に解けて、このアルゴリズムもすごく簡単に実装できるので、そのチェックというのは非常に簡単にできます。ということになります。つまり、これですね。先ほどのこのフローチャートにおいて、このチェックの部分は最小カット問題を解いてできるということになるので、この一連のこのぐるぐる回るループっていうのも簡単に実行できるということになります。で、まあ、たくさんこの、の回数、このノートの方に、行って、たくさんこの、S という集合をF に付け加えていくことになるかもしれませんけれども、でもそうであっても、この1000兆個も付け加えるとかってことは、まあ、あんまり起きないでしょうってことは、まあ、期待したいわけですね。それよりも前に、この Yes の方に行って終了してほしいなというふうな気持ちの、期待を込めて、このアルゴリズムを実行していくということになります。で、先ほどの例においては、まあ、10段階だけ、この、付け加えることを行うだけで解けたということになるわけです。よろしいでしょうか。ちょっと説明が行ったり来たりしている部分が良くなかったんですけども、全体像はこんな感じです。よろしいでしょうか。で、まあ、今の話は、この線形計画緩和を解いただけなんですよ、実はね。線形計画緩和を解いただけなので、それだけでは元々の整数計画問題が解けないかもしれないんだけども、まあ、線形計画緩和が解けたら、それを使って分子限定法や分子質情報を行えるっていうのが前回までの話だったので、まあ、それをやってあげればよいということになりまして、これによって全体的に、巡回整数問題が解けるようになるということになっていきます。よろしいでしょうか。はい。ではですね、キリがいいので、ちょっとここで休憩をします。ちょっと休憩まで時間がかかってしまって、すいません。じゃあ3分間、ちょっと休憩をします。で、すいませんが、休憩の間、またちょっと、教室の方は、ちょっと換気の方の、ご協力をお願いします。では3分間休憩します。休憩します。はい。
あ、はい。では、再開しますので、ちょっと教室の方、またちょっと、締めていただきたくて、先ほどちょっと、イエスかノーかっていうところの、対応が混乱したんですけども、ちょっともう一度言いますね。すいません。ちょっと私の書き方がいけなかったんですけども、解くべき問題。これですね。だから、こういう S があるか、こういう S があるかについては、答えはこっちの方でイエスです。すいません。で、ここのイエスノーと、この、フローチャートにおけるイエスノーが一致してないからいけない ですよね。だから、その部分がちょっといけなくて、どうすればよかったのかっていうちょっと反省はあるんですけども、だから、この解くべき問題を解く、あるかっていう、この質問に対しては、このイエスノーは、このもともと書いてあったイエスノーのままです。すいません。イエスのままで。で、このイエスノーを使って、このイエスノーを使って、このフローチャートの時には、この判定を行うというふうに、ちょっとそこのイエスノーは入れ替えて、フローチャートにおいては入れ替えてみるっていうふうに、理解するようにしてください。すいません。ちょっとその部分は私のこの分離問題の書き方と、ここの部分の判定のイエスノーが入れ替わっていたのがいけなかったんで、ちょっとそこの部分は分かりにくいなっていうふうに今思いました。すいません。ですから、もう一度言うと、この分離問題のあるかっていう問いに対しては、このもっと書かれていたイエスノーで、そのまま正しいということになります。すいません。私が混乱して、皆さんに混乱させて、私も混乱してもらうと。では、ちょっと次の話で、次の話、この串不等式というものを紹介します。何かっていうと、今はですね、この線形計画緩和を解くために、この一つずつ、部分巡回路除去制約っていうのを付け加えていくってことをしたんですけども、ですね、もっとですね、たくさん不等式付け加えたい。だからもうこれ元々解きたい問題は、この、各変数は0か1の線、整数比較問題だったので、これの線、この、先ほどのですね、例でやった、do it yourselfの例でやったときには、線形比較緩和を解いただけで、この t が解けたっていう非常に幸運なことが起きたんですけども、そんなことはですね、あんまり滅多に起きないわけです。なので、その線形比較緩和自体にもっとたくさん不等式を付け加えて、つまりその切除平面法のようなことを、行って、そこでこの、元の問題ですね、整数計画問題を解けるようにしたいと思うわけです。で、そうすると、その前回やったように、その小数カットのようなものを、付け加えていってもいいんですけども、今はこの、巡回整数版問題っていう特殊な問題、ある特別な問題を解こうとしているので、その前回やったような、その一般的に使えるような手法よりも、もっといい、切除平面というか、その不等式っていうのがあるかもしれないわけです。で、そういうものが実際にありまして、それを今から紹介します。で、いくつかあるんですけども、一番古典的というか、よく知られている、串不等式と呼ばれるものを紹介します。これ、串ですね。で、この串っていうのは、いわゆるその、紙を、溶かす串です。だから、まずその串を定義します。串を定義しますってね、むちゃくちゃなんですよ。串というのがありまして、串を定義します。英語で空、コームと言ったりします。串です。だから、英語のコームを勝手に今、串とは制約していると思ってください。で、串とは何か。串とはですね、この K プラス1個の集合からなるものです。で、その K プラス1個の集合を S0 から SK とします。今、ここの中にもなんか、グラフも何も関係ないと思ってください。有限集合があって、その部分集合です。この S0 から SK は。で、それらはですね、ここに書かれている3つの性質を満たしている必要があります。で、何か。これ、K プラス1個、の集合があるんですけども、まずこの K っていうのは3以上の奇数です。これ重要とか、これ全部重要なんですけども、まず奇数です。で、S1 から SK、これらは互い二層。だから、交わり持たない。交わり空集合になっていると。で、そうか。これ、じゃあ先に説明しますね。この、で、ここに書いてあるように、各 I に対して、1か1以上 K 以下の各 I に対して、SI と S0 は交わってる。で、SI は S0 以外にも要素を持っている。という条件を満たすものです。で、イメージ図は、この下の図です。で、これが S0、S1、S2、S3。こんな感じですね。で、今これ、S3
端まであるので、これ K が3という奇数になってます。で、S1、S2、S3 は高い因数になってます。で、各 I に対して、例えば S1 を見ると、S1 と S0 は交わっている。だから S1 と S0 の共通要素ありますと。この部分ですね。で、S1 には S0 に含まれていない要素があります。この部分ですね。というのが S2 にも S3 に対しても成り立つ。っていうのが、この串の定義です。よろしいですか？で、まあ、見た目が串に見えますよねっていうことで、まあ、串と名付けられている。まあ、見た目でこれは串だと思うかどうかってことは、主観によるかもしれませんけども、まあ、そういうふうに、この元々の論文で書いてあるんで、まあ、ここでも串と呼びます。で、元々の論文だったかな。いろんな論文では、この、銅のところ、これがハンドルって呼ばれ、書かれてて、刃のところ、これトゥースって書かれてます。まあ、複数形 TC ですけど。です。だから、なんだろう。日本語の串用語によると、このハンドルの部分、これ銅と呼んで、トゥースの部分は刃と呼ぶので、まあ、ここではその銅と刃と書いてます。あ、これ、私、串についてよくわからなかったので、これ調べました。銅と刃と呼ぶようです。まあ、皆さんはどう呼ぼうか、ちょっと、まあ、構わないと思いますけども、まあ、一応その串の用語は銅と刃と呼ぶと。でも、今後これ、用語これ使いませんけども、こんな形になってます。はい。で、まあ、この串というのを使って、不等式を、与えます。で、どういう不等式かって、それはこの串不等式、コームインイコリティっていうものなんですけども、何かというと、任意の串に対して、これ、という不等式を考えます。だからこれは今、巡回性質問題の設定を考えていて、それに対して、この串不等式っていうのを考えるっていうようなイメージです。で、今ですね、ここに串がありますと。で、これ赤いのは、その巡回路です。巡回路。で、この巡回路、だからこの今、赤い辺があるところは、その変数の値が1であると思ってもらって、赤い辺がないところは、その変数の値が0だと思ってくださいということです。で、実際になんかこういう巡回路があったときに、その、巡回路から得られる X という、ベクトルは、ここに書かれている不等式を満たします。で、まずこの不等式何なんだってことになるので、この不等式をまず読み解きます。ですね、まず、初めにある部分、両辺とも、これは同じです。i が0から k まで動きます。だからこの全ての、この集合を順に見ていきますということをします。で、右辺から見ていくと、右辺はですね、左辺からでしょうか。左辺から見ます。で、この、シグマの中身は何かっていうと、si に含まれている辺 e、に対して xe を全部足しますということをしてます。いいですか？で、それが左辺です。で、右辺は何かっていうと、各、i に対して si の要素数。si は頂点集合です。si の要素数を全部足します。で、そこから、この量を引きます。2分の 3k プラス1。まあ、なぜか引くと。本当ですね。で、じゃあ実際に、で、そういうのがこの節不等式です。で、実際にですね、この例において、この左辺と右辺計算しましょうと。じゃあ、まず左辺から計算しますけど、今これ S0、S1、S2、S3 ってあるので、それぞれに対して、この中身のですね、このシグマの値どうなのか計算します。で、そうすると S0 については、S0 の中にある赤い辺の数が1、2、3、4、5なので、S0 に対しては、この和は5になります。いいですか？で、S1 の中見ると、その中にある辺は1個なので、S1 に対しては1になります。で、S2 の中にある辺はこれ、ここですね。これなので、これ1になります。で、S3 の中、これ辺ないので、0になります。という形で、左辺の和は、これは7、書きたかったんですけども、これ7になると。いいですか？で、注意したいのはですね、この辺ですね、この辺は、S0 にも含まれているし、S2 にも含まれているので、この左辺の和においては、2回カウントされています。ですか？そういうことも起こり得るということです。じゃあ一方で、左辺じゃなくて右辺の方どうかっていうと、右辺の方どうかというと、まず、各、SI の要素数を見ると、S0 には6個、頂点があって、都市があって、S1 には3つ、S2 には4つ、S3 には2個ある。こんな感じですね。で、これ全部足すと。で、今これ K3 ですから、3K プラス1は 3×3 プラス1とこうなると。で、
これが今右辺の値になります。で、これ計算すると、何でしょうね。この分数の部分は5だから、10かな?ということで、7は10以下なので、この不等式、この場合に満たされていると。いうことになりますね。いいですか?いいですかね、うん。で、これがですね、何なのかというと、重要なポイント何かっていうと、で、何かっていうと、これをですね、その切条平面として使いたいんですよ。で、切条平面として使いたいんですけども、そうするとその切条平面として、有効であるための条件がいろいろとあるわけです。前回もちょっと説明したかもしれませんけども。で、まずそもそも、これはですね、有効な場合がありまして、ちょっとこれあんまりちょっと時間がないから説明しませんけども、なんかここにあるような、状況を考えたいんですけども、これが全然わかんないですね。これはですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個都市があるような問題で、線形計画感は R を解いたときに最適解として得られたものだと思ってください。で、これ実践の部分は、その上にの、その上の変数の値が1であって、破線の部分は、全部2分の1だと思ってください。で、そうするとですね、これ R の最適解なので、この解 X っていうベクトルは、あれです。部分巡回路自己制約を全部満たしているという形になってます。で、一方で、ここに書いてあるこの赤い部分を、銅として、この黄色い部分を歯とするような、これ、串を考えると、実はですね、これ計算すると、この不等式を、この解は満たさないってことがわかります。ちょっとこの計算はしませんけども、満たさないということがわかります。つまり、この串不等式を、この串に対して、追加すると、この線形計画緩和の最適解が切り落とせます。つまり、これによって、その、切条平面法のワンステップが行えるということになります。という感じで、この串不等式を追加することによって、有効にその切条平面法が、行えるっていうことが、まあ、そういう場合があるということになります。で、実際にうまく行える形になります。ので、まあ、こういうことをやっていきたいと。で、問題は何かっていうと、今この串不等式で、この線形計画緩和 R の最適解っていうことが切り落とし、することができるってことは言ったんだけども、この串不等式が強すぎて、切り落としすぎてしまって、この元々の巡回整数版問題の許容解も切り落としてしまったら困るわけです。だけども実際そういうことは起きませんっていうのが次に書かれる性質です。何かというと、この元々のこの巡回整数版問題の整数最適化、整数計画モデルがあるんですけども、その任意の許容解は、この串不等式を満たすということが証明できます。証明できます。で、これちょっとやってみようかなと思います。これちょっと10分ぐらい時間かけてやろうかなと思います。これは割と重要なので やってみようと思います。で、何かというと、この解きたい問題、これ P ですね。この、制約を満たすような X というのは、必ずこの串不等式も満たしますってことを言うわけです。だから基本的には、この式だけを見て式変形していくっていうことになります。式変形してこれを導く。ってことをします。で、これは思いつかないので私も、いろいろと調べながら書いたという感じですね。で、証明していきます。じゃあ、今、じゃあこの X というのを、この P の境界だとしましょう。だからここに書かれている、制約を満たすと。今この制約だけを今注目しています。制約を書いてます。で、この制約の中のいくつかの部分だけを持ってきます。で、まず何を持ってくるかっていうと、これ今、これ串ですね。この串を一個固定してるんですけども、この S0 っていう部分、この銅の部分ですね。を見て、その銅の部分に入っている都市 I に対して、この等式制約を全部持ってきます。持ってきます。で、今ここ、このデルタ I と書いてあるのは、これは初めの方に言った、使わないかもしれないといった書き方だったんですけども、やっぱり使いましたね。この各都市に対して、その都市に接続している辺 E を全て持ってくるという形の書き方をしていると。で、それは足したら2になりますよっていうのは、ここに書かれている制約です。はい。で、一方で各変数は、0か1の値を取るので、特に0以上になります。だから、マイナス XE は0以下
ってことも得られます。で、そのような、制約を S、なおかつ S1 から SK には含まれないもの、全部に対して考えます。いいですか？で、これは X が境界であるから、これらの、等式、不等式が全部満たされるってことになります。さて、今、これだ、ここの不等式を書いたんですけども、ここに現れている不等式、不等式と等式をこれ全部足してみましょう。出してみる。そうすると何が起こるか。私はちょっと忘れてしまったり何が起こるか分かんないんですけども、そうすると何が起こるかっていうと、今ですね、この S0 に入っている、点ですね、都市、すべてに対して、この、2になるという、式があるんですよね。式がある。ので、だからその部分を全部足すと、i in s0 で e in delta i で xe っていうのが出てきて、で、それが 2×s0 の要素数っていうのが一番初めの部分から出てきます。いいですか？で、その下の部分も足そうと思うんですけども、で、これはどこに対応するのかというと、この図で言うと、この赤い部分ですね。赤い部分ですね。この赤い部分。これが、この、S0。この、S0 で、デルタ S0 の要素で、S1 から SK に含まれてないものになってます。今、この赤いの、この青い辺があるんですけども、これは、デルタ S0 の辺ではあるんだけども、S1 とか S2 とか S3 にこれ含まれてるんで、こういうのはこれ今、この中ではこれカウントしてないということになります。いいですかね。で、これも足したいんだけども、ちょっと今これ足せないですね。ちょっとこれ、すいません、これ足すって今言ったんだけども、これ足すの後回しにします。すいません。これは後回しにして、すいませんね。後回しにして、これ後で足します。後で足します。だからまあ、今のところ、この、二つの、式が、X の境界において満たされているってことをまず確認してください。ということになります。はい。で、この下の部分で考えている辺っていうのは、この図において赤いところに書かれている辺です。ということです。はい。で、次のページ。これも考えましょうと。これも、この X という境界に満たされるような不等式です。で、何かっていうと、これは、ここの、部分巡回路除去制約を書いていると思ってください。で、各 SI、各波に対して、その部分巡回路除去制約を書いたのがこの部分です。ですね。で、次の部分は SI-S0 っていうところ。だからこれはですね、図で言うとここら辺ですね。わかるかな？こういう部分ですね。見えないかな？この部分ですね。わかりますかね？この部分に対して不等式を作っているのがここです。その今青いところに対して、部分巡回路除去制約を書いたのがこの部分です。はい。で、その下のこの不等式、これも部分巡回路除去制約なんですけども、これは SI と S0 が交わっている部分なので、この部分ですね。ここですね。見えるかな？なんか、ピンクに赤なんで見えないかもしれませんけども、この部分。わかりますかね？この部分。この部分です。この部分に対して、部分巡回路除去制約を書いたのは、この赤い部分。赤いっていうか、ここですね。最後の。になります。わかりますかね？いいですかね？っていうのを書いてます。いいですかね。で、ちょっとここから、説明が、なんか時間があんまりないかもしれないことがあって、ちょっとここに消しまして。で、何をするかっていうと、今、前のページと今のページに出てきた等式と不等式、これをですね、全部足します。で、全部足すとどうなるか。これがややこしいんですけども、出てきた式を出すと次がやられて、パッと書いて、これわかんないですよね。わかんないんで、ちょっと、何をどうすればいいのかってことを、もう私もわかんないんですけども、ちょっと待ってくださいね。順番にやっていかないといけないですね。ですね、ちょっと待ってください。今ですね、
まず、この式ありますね。この式。ちょっとこれ、この右辺見ますね。右辺見ますね。右辺を見ると、今、ここにその SI の要素数っていうのがあります。これ、例えばこれ S1、これですね。S1 の要素数。で、ここの部分は、先ほど言ったとおり、この下の部分ですね。の要素数。で、この部分。これはこの上の部分の要素数ですね。だから、何言ってるかっていうと、ここの部分ですね。これを足すと、これ足すと、これ足すと、何になるかっていうと、2倍の SI の要素数になります。SI そのものが一番上にあって、この下の2つの部分っていうのは、この上と下に分けただけなので、それ足すと SI の要素数になるというわけです。だから、各 i に対して、この今四角で囲んだ部分、これ足すと、2×SI の要素数になると。いいですかね。で、それらが今、ここに現れていると。というふうに思ってください。ですかね。で、後ろにマイナス1があります。マイナス1があります。で、マイナス1は3つあって、それが、1から K まであるので、全部のこのマイナス1っていうのはこれ3傾向あります。だからこれがそれ3傾として出てくると。マイナス3傾として出てくるという形になります。いいですかね。で、それが右辺で、右辺なんですけど、問題はですね、左辺の方で、これが、これになってほしいんですよね。これになってほしい。で、これは何なのかというと、各 SI の中に含まれている辺に対して X を足したものですね、を考えたいと。で、今、ここの中に入っているのは何かっていうと、ここに書いてあるのは何を言ってるかというと、SI に含まれている辺と、SI-S0 と SI-S0 のインターセクションに含まれている辺っていうのを書いているので、何を言ってるかっていうと、ここのですね、左辺の部分を全部足すと、例えばこの、i が1の場合をやめて、i が2の場合、ここ見ますね。S2 のところ見ますね。の時に、何を足してるのかっていうと、そこ色が悪いんですけども、色をちょっと戻して、色を戻してですね、別の色で書こうとすると、今ですね、この S2 のところを見ると、S2 のところを見ると、その S2 の中には黒い辺と青い辺と赤い辺があります。で、今、この、はじめの輪ですね。はじめの輪の中では、この黒い辺と青い辺と赤い辺がこれ全部カウントされてます。カウントされてます。で、一方で、だからちょっと、これ黒がないんですけども、そういうことになってます。で、この二つ目のところでは、これはこの下の部分だけ見てるので、この赤い辺だけカウントしてます。だからこれ赤い部分に対応すると。この赤い辺に対応する。で、この、三つ目の部分っていうのは、この上の部分に対応しているので、この黒い辺だけをカウントしていると。いうことになります。黒がないんですけども。黒だけをカウントしていると。赤です。赤だけカウントしている。で、一番上は、赤と、黒と、青い辺をカウントしていると。こういう形になっているというわけです。ということなので、今、この式の、左辺を足すと、赤の辺は2回カウントしている。黒の辺を2回カウントしている。青の辺を1回カウントしているって形になります。で、最終的には、これ全ての辺を2回ずつカウントするっていう形に書いてあるのはこの式なんです。で、それはですね、だから、それに今なってないわけです。青の辺は1回しかカウントしてないから。で、それどこから出てくるのかっていうと、実はこの前のページのここから出てきます。ここから出てきます。で、なぜかというと、これはですね、ややこしいんだけども、まず、はじめの式、この部分の式は、この S0 の中の頂点、点を見てます。で、この S0 の中に、含まれている辺は、この輪においては2回ずつ数えられています。これ先ほどちょっとやったのと同じように、この S0 の中に入っている黒い辺は、片方の、端点から1回、もう片方の端点から1回数えられているので、この中で。だから全体としては2回ずつ数えられているという形になります。わかるかな？ちょっと説明が悪いですよね。もっとちゃんと書いてくればよかった。という形で、この黒い辺は2回ずつ数えられているということになります。はい。で、
で、あれなんかおかしいな。今、この辺、あ、で、黒い辺は2回ずつ数えられています。はい。で、他にも、この赤い辺と青い辺っていうのも、は、ここの、一番上の式の中で1回ずつ数えられています。だから、この上の式を全部足すと、この S0 の中の黒い辺を2回カウントする、青い辺を1回ずつカウントする、赤い辺を1回ずつカウントするということができます。で、そうすると、先ほどのこの青い辺が、次のページでは、1回しかカウントされてなかったっていう部分が、この前のページの、部分でもう1回カウントされることになって、全体で2回ずつカウントされることになります。ということで、この2倍が出てくるという形になります。ただし、今の数え方では、この赤い部分も数えられてしまってます。で、それを取り除くのが、この最後の部分です。この最後の部分で数えられている辺っていうのが、この赤いところの辺だったので、その部分をこのマイナスで取り除いている。ってことをしています。わかんないですよね。すいません。説明してて通じないことはね、よくわかるんですけども、でも一応正しいことは言ってるんですね。ただね、正しいことを言えば通じるっていうわけではないってこともわかっているので、申し訳ないですね。だから一応今はまあ正しいことは言ってるってことだけでちょっと許していただいて、そういう形になります。で、それで、右辺の方を全部足すと、この S0 に対しても2倍、各頂点に対して2があるので、2×S0 の頂点数っていうのは出てくるってことになって、この、和が、全部この i が0から k までの和になるという形になりまして、この式が確かに正しいってことが言えます。これちょっと皆さん後で確認してみてください。正しいんですけども、そう難しいかもしれない。で、これが、不死不等式です。なぜか。あ、もう少しちょっと変形がいるんですけども、まずここで何を見てほしいかっていうと、k は奇数だったので、3×k もこれ奇数です。で、一方で、この2つの部分、これは 2×何とかなんで、これ偶数になります。で、偶数が偶数マイナス奇数以下だ。っていうふうに言ってるので、この奇数の部分をもう一つ減らして、あ、で、しかも、ここに出てきてる量、全部これ整数です。XE これ整数ですから。だから、この後ろの部分の奇数をもう一つ減らしても、この不等式は成り立ちます。わかります？なので、1個減らしたこれですね。こうしても、この不等式は正しいってことが言えて、これが、不死不等式です。で、不死不等式何だったか忘れたので、もう一回見てると、これですね。今、この両辺2で割ると、確かにこれになると。いうことになってます。という形で、先ほど出てきた全式を全て足して、奇数であるところを1個減らして、2で割ってあげると、不死不等式が得られると。こういう形になっているということになります。すいません。ちょっと説明が下手ですいません。こんな形になってます。まあ、いずれにせよ、X っていうのが P の境界だったら、それは必ず不死不等式を満たすということになるので、これで、その不死不等式というのは、切除底面として追加するべき性質を満たしているということになります。これを追加しても、P の共領域は変わらない。だけども、R ですね。線形計画、線形計画になるというような性質を満たしているということになります。いいでしょうか。で、そうすると、この不死不等式も切除平面として使いたいので、先ほどの、部分巡回路除去制約を追加するときに、その分離問題っていうのを解いたのと同じように、この不死不等式に対する分離問題っていうのを解きたくなります。つまり何かというと、なんか線形計画緩和があったときに、その最適解があったら、その最適解を、その最適解によって満たされないような不死不等式はありますかっていうような問題を解きたいわけです。それはこんな感じになりますね。これはその不死不等式における不等号の向きが逆になっているもので、その逆になってしまうような不死がありますかっていうような問題を解きたいということになります。で、これができれば、
駆使不等式をちゃんと切除平面としてうまく使えるということになります。よろしいですか？しかしですね、これが、未解決問題で、この駆使不等式に対する分離問題が多項式時間で解けるかどうか分かっていないです。だから、これがですね、重要で、この駆使不等式、実はすごく強力な不等式だってことは分かってるんですけども、これをですね、うまくその分離問題を解くことができないっていうところが、ちょっと困ったことになってるっていうのが実際起きてます。で、一方で、まあ、これはこれで、ある一つの、まあ、最適化問題とか問題なので、これに対するヒューリスティックスっていうのが、まあ、いくつか知られてます。で、実際にその大規模な問題を解くときには、そのヒューリスティックスを使って、この、その駆使不等式に対する分離問題を、そのヒューリスティックに解いているということを行ってます。で、それでですね、実際に、まあ、こういう大規模インスタンスが解かれていると。これ今、その解かれている、インスタンスの中で一番大きいものだと思うんですけども、都市数が 85,900 都市の問題、VLSI から出てきている、インスタンスなんですけども、そんな中では、その良い課題を見つけるために、その切除平面、先ほど言っていたような、その駆使不等式をヒューリスティックに見つけるとか、他にもなんかいろんな、切除平面が、巡回性質な問題に対しては知られてるんですけども、そういうのをうまくそのヒューリスティックに見つけるような方法っていうのを、彼らは、開発して使ってます。まあ、それ以外にも、その良い許容解をまず見つける必要があったりして、それも、工夫する部分がたくさんあります。それとですね、これやっぱり一つのプロセッサーでは全然計算できなくって、まあ並列計算というかハイパフォーマンスコンピューティングの技術をうまく使うってことも重要になっているということになっています。まあ詳しいことはですね、このページ、詳しいというか、いろんな情報このページに載ってたりするので、まあ興味がある方はご覧くださいということになります。で、実際にその切除平面を付け加えることによって、こんな形で課題が更新されています。線形計画緩和を解いているので、得られるのは最適値の課題になります。で、その課題がどんどん切除平面を付け加えるたびにこう上がっていくというような、プロセスがこの、ページに書かれている図にありまして、これはだから、2005年の2月ぐらいに始まって、2006年の6月ぐらいに終わっているんだから半年ぐらいかけてですね、頑張って、この課題を上げていって、最適解を見つけているという感じになっているっていうのは、その計算の履歴になっているということになります。だこれ見ると、その、割と早い段階っていうか、だからここら辺の中、すごくなんか、数パーセントを、上げるためにすごく努力しているってことも分かったりします。まあ、これ大変なわけですね。だからこの最適性を、担保するっていうのは非常に大変だなってことは、よく分かると思います。はい。すいません。あと一つ、そのファセット定義不等式っていう話をちょっとしたかったんですけども、ちょっと時間がないので、これちょっと次回にしようかな。ちょっと次回にしようとは思わないので、これちょっと補足動画にして、この部分は、後で、動画にしておきたいと思います。はい。ということで、今日はこの巡回整列盤問題に対する、切除平面法の話の、お話をしました。で、最後の部分はちょっと、あれですね。補足動画にするという形にしまして、次回なんですけども、列生成法の話をしたいと思います。で、これで、年内は最後になると。切除平面法とか今日やった話は、制約が多い場合にどういうふうにするかって話だったんですけども、列生成法自体行う話は、変数の数が多くて手に負えない場合どうするかって話になります。はい。では今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。では、コメントの方、すいません。ちょっと時間が今日はあんまりなくなってしまって申し訳なかったですけども、コメントの方を出して、終わりにしてください。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。